する。防具に合う色を作れそうだ。この場所もボロボロだな。ここは通れそうにないな。また後で戻ってくるか。金属に太陽を反射させて信号を送るのか。レンズみたいなものか。後で役に立つかも。鶴を取り除く方法があれば。チェーンスクレープだな。あそこで弓が改造できるはず。他の装備も改造できるかもな。矢玉がもっと必要だな。者が来たぞ。救世主様か。お入りになられますか。
チェーンスクレープへようこそ。開けてくれ。許可は得ている。わかりました。嘘、やだ、驚いた。ペトロ。アーロイ、ここで何してるの？あ、ゴミ溜めにやっと目の保養ができた。元気にしていたが。ちょうどいいところに来てくれた。来て。今ここで手に入るのは酒ぐらい。ああ、聞いたよ。機械のせいで働けないと。それはここ最近の話ね。チェーンスクレープはいつも問題だらけだし。そうか。今の悩みの種はあれ。わしらには関係ないな。ブリストルバックは皆の問題でしょ。知ってるの？ああ。あいつの話は酒を飲みながらするのが一番。あ、待て、ペトラ。長居はできないんだ。西へ行く。あら。照度の光で階段がある。先に行くためにはそれに参加しないと。ああ、なるほどね。飲んでる暇なしか。じゃあ、赤毛さん、会えてよかったわ。ほら、行くんでしょ。ペトラ。もし、友達とビール片手に騒ぎたくなったら、酒場に寄ってって、待ってるから。ウルバンドは厄介な奴らしい。ペトラの力になってやれるかも。でもその前に作業台を見つけて弓を強化しないと。忘れてないからね、こっちは。飲んだ方が仕事は進むっての。ビール飲めば仕事で稼げる。よし、これでいい。エレンドを見つけてブリッスルバッグを片付けてくるか。店はやってないか。だな。作業台は使えるか。お好きにどうぞ。閉店中だよ。そこの作業台だったら使ってくる。恐れの谷に乗ら。ごきげんよう。ほら、もう答えは出ているはずだ。聞かせて。酒場の女将がさ、手紙で、あんたがボトルなら勤務しとくのに、だったよ。施設団は何をチンタラしてる。こんな状態のハンマーじゃ作業できないだろ。おかげで侵されざる地で発掘する予定が遅れまくりだ。
びっくりしたよ。どこかで会ったような。どこだろう、会ったよな。こっちだ。こんにちは。ハンマみんなにとって脅威なのですぞ。救世主か。ほら、こっちだ。私に何か用か。分かっちゃいると思うが、外は危険で溢れている。敵は機械だけじゃない。俺はオダーグ、この訓練場を仕切ってる。西部で近接格闘を練習するならここが一番だ。ふん、戦ったらどっちが勝つかな。東から来た勇者メリディアンの救世主、それか西の達人無敵の不死王か。誰？不死王さ、テナークスが誇る伝説、達人の中の達人。テナークスもこんな訓練場を持っているらしい。だから勇猛な戦士が育つんだな。指折りの戦士だけが不死王と訓練できるそうだ。つまり不死王に会うためには西部の訓練場を回ればいいということか。そう簡単にはいかない。テナークスには3つの一派がある。その3つそれぞれに訓練場がある。不死王と訓練したいなら全て制覇する必要があるだろう。その前にやられちまうかもしれないが、まあ西部の話もいいが、まずはだ。ここで戦いの腕試しができる試練もやってるぞ。誰と戦えばいいんだ？お前か？おう、だがいくらあんたが救世主でもまず他の奴らを倒すのが決まりだ。俺は最後。武器の刃を潰してあるし、矢は訓練用だ。じゃなきゃここの酔っ払いどもから死人が出ちまう。門より先は訓練用の矢と槍以外は持ち込めない。だが装備は見張っておく、安心しろ。んでどうする、訓練していくか？よし、いいだろう。よし、そうこなくちゃ。Yeah!
きだったけど。救世主様の勝利だ。機械の死骸、ブリスルバックだな。エレンドが倒したのかもしれない。オラクワイヤーか。一体に仕掛けられてる。おい、あんた、スクランダーを倒してくれたらお礼するぜ。息つく暇もない。待っていろ、どうにかしてみる。トラップワイヤーに誘導してみろ。この機械が作られてる場所に行けばオーバーライドを手に入れられるかも。してくれよ。してくれよ。方法で倒しな。俺ならワイヤーだ。
これで最後だな。どうも赤毛さん、飛んだ日もあるもんだ。あんたのおかげで助かった。トラップワイヤーは使えても狩りとなると話は別だ。こっちに来な、ちゃんとお礼させてくれよ。あんた熟練の狩人か。あんたは一瞬でスクランジャーを倒したが、ヴァンガードは随分手間取ってたぜ。ヴァンガードがここにいたのか。ああ、ついさっきな、ブリスルバックをやって南へ行った。ところが死骸を漁りにスクランジャーどもがご登場さ。しかも別のブリスルバックも現れた。冗談抜きでここはヤバいぜ。それでヴァンガードも南へ。多分な、谷にあふれ返った奴らをヴァンガードが一匹残らず掃除するんだってよ。なるほど。待ちな、赤毛さん。恐れの谷を旅するならトラップキャスターを持って行け。そこらのトラップキャスターじゃない、俺のオリジナル、タダでやるよ。作りはしっかりしているな。だろう、調整は一度も欠かしたことがないぜ。ここなら改造しやすい。チェーンスクレープじゃ面倒も多くてよ。チェーンスクレープで何かあったのか。誰かさんのせいでな。誰かのせい。粘着質のやつがいてよ、ウルバンドだ。町の伯爵様気取りでさ、住民からもてはやされてな。まだ俺があの町にいた頃、やつが俺の作品を気に入ってよ、安くしろってしつこく迫られて断り続けたら怒りを買ったようでな。証拠はないが、多分あの野郎が俺の作業場を燃やしたんだ。以来ヤツとは関わらないようにしてる。ケーブルカーの男から聞いたけど、ブリスルバックは昨日現れたんだって。カーンは元気か。昔はあいつと二人でよく問題起こしてよ。あの時なんか。ブリスルバックのことを教えてくれ。カーンの言う通り、あの機械が出たのは昨日からだ。ヴァンガードとあんたが助けに来てくれて、俺は本当についてたぜ。そろそろ行かないと。トラップキャスターをありがとう。ブリスルバックはあんたに任せて、俺は狩り場に向かうとするよ。トラップキャスターの腕試しができる。挑戦したかったら寄ってきな。ああ、用事が済んだら寄ってみるかも。エレンドは南に向かった。フォーカスで彼の足取りを追えるはずだ。他に何か用か。もう行かないと。ほっとくと俺が喋り続けるからな。気をつけて。フォーカスを使ってみよう。
痕跡だ。エレンドとヴァンガードのものかも。もう一匹やったな。どうだ、何のために鍛えてきたと思う。それも処理でも、どこのつまらんパトロールじゃないぞ。このハンマーと戦いのためだ。3の容器を背負ってる。3の矢で撃てば連鎖反応を引き起こせるはず。情けねえ姿見られたな。でもお前のおかげで私は楽ができた。怪我は？あばらはほっときゃ治る。大丈夫、平気だ。アーロイ、俺がボコられるのを見にここへ来たわけじゃないんだろ。どうしたんだ？階段を実現させたい。西に行くために。
私たちは導きの塔で脅威を退けたが、それで終わりじゃなかった。時間を稼いだだけ。まだやることがあるんだ。本当か？そりゃよかった。いやほら、なんだ、終わりじゃなかったって部分は良くないが、でも要するにお前の槍と俺のハンマーでまた暴れられるってことだろ。すぐにでも階段を開きたい。のんびりしてられないんだ。少し休めば平気さ。あ、ただこれから私がやるべきことを考えると一人の方がいいんだ。一人ね。だろうな。エレンド、イチャついてるとこ悪いが、俺も怪我してんだよ。たく、カッカするな。今行く。たく、嫌になるぜ。俺は照度の光に行って手当てをするよ。階段を実現させるなら博学のフアディスって祭司を連れて行かなきゃならない。ああ、あったよ。ブリストルバッグを片付けたら照度の光へ行かせる。そこで会おう。今回は勝手に消えないんだな。なんだって？こりゃびっくり。気にするとはな。どういう意味だ？いや、いい、忘れてくれ。何でもない。そうは見えないぞ。じゃあ言うが、塔での戦いが終わった後、お前は消えた。俺たちに何の挨拶もなしにな。みんなお前と血を流して戦ったってのに、何にも言わず勝手に消えやがっただろう。そんなひどいやついるか。エレンド、なあ、私が突然去ったことでお前に辛い思いをさせてすまない。でも私は地球の生命を救えるのは私だけなんだ。地球の生命？そう。失敗すれば全て死に絶える。なら俺も手伝うよ。あた、それは無理。相手は悪い奴らでも機械でもない。私の使命は説明できないんだ。大切な仲間であっても俺は役立たずかよ。そうか。エレンド、いい加減にしろ。行かなきゃな。照度の光まで送るよ。いや、お前にはやるべきことがある。そうだろう。俺たちは平気だ。平気だって言ったろ、アロイ。なあ、そこで突っ立ってないで降りるの手伝ってくれ。何の音だ。悪いが、お前だけで行ってくれ。足を引っ張っちまう。こんな結晶見たことがないな。原石だ。ブレイズと同じ緑だけど、硬くて輝いてる。商人が興味を示すかもな。
オーバーライド用のデータは機械類で手に入る。探してみるか。西への世界の遺跡、ここなら何か見つかるかも。ありがとな、救世主さん。やめてくれ、アーロイだけでいい。肩書きは嫌だってエレンドから聞いた。ヴァンガードか。フワディス様を無事に階段まで護衛ってやつさ。もしブリスルバックを駆除できればだけど。チェーンスクレープを見張るよう言われてな。そしたらこいつらが現れた。一匹目は倒してやったの。でもそいつが倒れる時に避ける余裕がなくてな。だから出発前にあんなにたくさん食べるなって言ったでしょ。すまないが、そろそろ行かないと。あんたも今度ブリッスルバックに遭遇したら必ず転がって避けるようにするよ。ねえ、これも少し持っていってちょうだい。いざって時用に。ありがとう。じゃあ気をつけて。場所に行って景色と重ねればフォーカスで保管できるかもしれない。今にも崩れそうだ。どこかから入れないかな。サーリスから聞いた石切り場だ。
匹倒した。こっち来な、話がある。ノラがここで何してるか知らないけど借りができたね。ヴァンガードが来るまでここで待つつもりが、ブリッスルバックが襲ってきてさ。そっからはもう大乱闘だよ。みんな大丈夫か？何人かやられたけど、あんたのおかげで石切り場は無事さ。作業に戻れそうか？時期に石切り場も活気づくだろうね。でもチェーンスクレープの笛が鳴らなきゃ瓦礫拾いするしかないよ。笛が鳴らなきゃ働けない？うちらはただの歯車みたいなもんさ。ウルバンドが笛を吹かなきゃハンマーも持てない。許可なしに作業した日にゃ即刻クビ。もううんざりしてるんだ。ウルバンドに反抗できないのか？金とコネを持ってるやつには到底逆らえないんだよ。ブリッスルバックを相手にする方がまだマシだね。ここで何をしているんだ？照度の光を補強する石材を切り出せとウルバンドに言われてる。でも作業中断と機械のせいでおじゃんさ。こんな機械恐れの谷じゃ見たことない。どこの窯から湧いて出てきたのかね。さあな、まだわからない。そろそろ行くよ。気をつけて。あんたが来てくれたおかげで死なずに済んだよ。ブリッスルバックはほとんど倒した。これで谷も安全だな。フアディスに知らせてやろう。ようやく階段を始められるかも。
少しの辛抱だ。じゃあフアディスを連れ出すか。ありえないよ。降りた方がいいな。谷はもう安全だ。行くぞ。エレンドはどこなんです？隊長の動向がないのならば。ブリッスルバックは討伐した。隊長からの命令だ。ミラ無事なのですか？怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。残念。私は笛が鳴らぬ限りここを動きませんよ。オセラムが怪我をするほどです。私ならどうなるか。わかった。なら笛を吹かせてからまた戻ってくる。聞いたか？出発はしない。荷物を下ろして。ダメだ。すぐに戻る。くつろぐなよ。こんなとこじゃくつろげません。ここを取り仕切っているのはウルバンドだと言っていたが、笛を鳴らすよう伝えに行こう。お前はチェーンスクレープに残るがいいか。4ヶ月この前帰った時ブリッスルバックの存在は皆にとって脅威なのですぞ。ケータ、一体何が望みなのです？シャードが欲しいのですか？まさか執政官殿、わしを買収する気か？笛を吹かせたいのならそちらでブリッスルバックを一掃した上で利権協定に署名よ。それとも他に何か方法が？どうも。救世主様、これはちょうどよかった。三王国の重要事項について少しお話を。後ででもいいか？結構。お待ちしておりますぞ。あなたがあの救世主様、デルボールとヘリスを倒せし者かもな。美しき女戦士の英雄譚はここにも轟いております。ウルバンド・フリーホルダー、お見知りおきよ。それでなぜ優雅にワインが飲めるメリディアンからこのみすぼらしい居留地にわざわざいらしたのです？ここは救世主様のご意向にふさわしくない。階段のために来た。階段？一体またどうして。ああ、偉大な使命を携えてこの先に行かれるのですね。その私のご意向でここの問題を全て片付けたらな。ああ、ブリッスルバックですか。奴らがいては会談も実現できませんしな。ならば邪魔者は消えます。ではまた。ちょっと待つんだ。お前は執政官を評価していないようだな。ああ、小綺麗なローブを着た役人が
どうにも気に入らないだけですよ。なぜなら同胞の作業員が苦しみ脅され利用されてるのですから。高潔だな。高潔？ハンマー一本でのし上がってきた。誰かからチャンスを与えられることも一切なく、自分の手でここまで来たのですよ。そのハンマーは置いてきたのか？それはみんなを率いるには置かざるを得なかったのです。カージャは何もせず一方的に良きオセラムたちの身を危険にさらしている。誰かが立ち上がり抗議せねば。お前が作業を止めたのか？いかにも。わしらは兵士ではありません。カージャがブリスルバックを討伐し我々と契約を結ぶ。これが叶わぬ限り中止のままです。契約ね。お前の利権協定か？わしのではありません。カージャが利益を得るためにこの地で骨の折れる作業をこなす善良なオセラムの労働者たちのための協定です。わしらが求めているのは富を分配する仕組みだ。この土地で働く者こそが富を得なければ。そうか。それでお前の取り分は？当然地域への貢献度に見合った分のみ受け取るつもりです。ブリスルバックは片付けた。本当に？さっさと気持ちを落ち着けて笛を吹くんだ。ことをせくことはないでしょう。まずは機械が本当に一掃されて谷が安全か確認しないと。一日もあれば済みますよ。あ、二日かな。ダメだ。今すぐ笛を吹け。罪のないオセラムの命がかかっているのです。ここは慎重に。お前が吹かないなら私がやる。さすがですな。聞け皆の者、メリディアンの救世主がお救いくださった。何？ブリスルバックを倒したぞ。お前、何？笛を鳴らせ。チェーンスクリープも営業再開だ。本当か？やった。それと働けなかった分の手当はこのウルバンドが埋め合わせすると言ってる。よし、そうこなくっちゃね。いいぞ。おお。よっしゃ、やった。階段に行かなくてはならないのだよ。ああ、そうだな。門も開いたし店も使えるようになったはずだ。フアディスを焦土の光に向かわせる前に店に寄っていくか。カージャの執政官の話を聞くか。あいつなら酒場にいるだろう。笛は鳴った。出発だ。ですが予定だとあと3人は護衛がつくはずで。焦土の光へ向かいます。エレンド隊長のご命令ですから、どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。これでようやく会談を開催できそうだな。無事に乗り切ればサイレンスの行方を追える。ハデスもだ。ダイヤのバックアップも見つかるかも。照度の光に直行してもいいし、恐れの谷で寄り道もありか。ペトラの誘いに応じてもいい。地図と呼べるなら。
な。その様子を陰で笑いながら見てる。よし、じゃあその正確な調査って何だ。そりゃそう、滝だぞ。陽光とか山頂や窪地の場所とか採掘した場所だぞ。うん、それがあれば手つかずの場所を特定できる。いいんじゃないか。シャード以外にメインスプリング。